初めて見た。こんな小猿だもんね。小猿40キロぐらい出ます。はあ、これで40キロで走るともう相当なスピード感です。で40スピードメーターはこれですか？あのそうです、はあ。自転車用のと同じ。はあ、面白いねこれ、ちっちゃくて。そう、M 型はディジットというかノーサスなんですね。そうなんですよ。向こうはちっちゃくて。これもあのくるくる回してハンドル畳めば、うん、あの普通の乗車トラックに入れる、うん、同じですね。あとはあの助手席だとかに無理やり乗っけてドライブ行く人もいます。そのままちっちゃくしたんですね。そうですね、5分の4ですか。スケールあのオイルとかガソリンが漏れるっていうことないんですか。まあ基本的にないですね。あのいや積もった時はエンジンだから積もった時はなんか シャットするんですよ。いやしないですよ。あのこういうあのダイヤグラムのキャブなんで必要な時だけ燃料を送るから普段は漏れない、あのひっくり返しても漏れないようなエンジンになります。私昔ダックス乗ってたけどなんか積む時閉めたよね。あれはそうですね、あれはあのそういうキャブが普通のキャブだから、うん、私何も知らないで、昔鈴木を通じてやったの知ってたんですか。ああ知ってます知ってます。あれを、あの聖火の入れようと思ったらなんかオイルが漏れちゃって、あ、これは乗っちゃいけない。向こうもそうです。向こうも、向こうもそうです。車でもね、いっぱいです。いっぱいないからもう、そうたちやな。そうたちやな。なんかこっちや初めて見たのか。こっちも、こっちも、みたいな。初めて見たのか。初めて見たのか。初めて見たのか。ちゃんと普通に使えるね。